花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾由郎です。一週間ご無沙汰しております。今日はまあ冬、まあ、寒さが厳しいというかね、風邪とかね、あのインフルエンザなんかね、今流行ってますのでね、お気をつけください。はい、僕はなんか先週ちょっともうすごい声だったけど、もう全然大丈夫ですね。よかったね。今日もね、連日ライブの高橋誠さん、こんにちは。イエイ。ね、半袖で通したよね、本当ね。うん。全然寒くない。ねえ。なんだろう。いつもなんかもうね、あの少年のような高橋誠さんですけどもですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松下利美さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、僕の友達でもありますけどもですね、本日のゲスト。はすみさんですね。イエーイ。こんにちは。よろしくお願いします。まさみちさん。まさみちさんです。まさみちさん。はすみまさみちさんね。ね、うん、すごいですね、外。ね、チェキラの、もうほら、ファンの方がもうバスで300人ぐらいいらっしゃいましたからですね。こっちから撮りたいぐらいの感じですけども、ありがとうございます、皆さんはね。音楽魂始まって以来、こんなのね、お客さん、はい、なんでそんな人気あるの？わかんないです、ね、でもありがたいです、本当感謝してます、ね、すごいね。はすみさんすごいのよ、アイドル。だってブルームードだって、うん、ソールドアウトですからね。素晴らしい、素晴らしい、うん、羨ましい、ね、どうですか最近は調子は。はい、まあ、体調は割といつも元気そうですよね。うん、そうでもない。元気ですよ。でも、ね、ちょっとお正月にね、はいはい、これ言っていいの、腰を痛めまして。うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんか、古傷が出たかなんかわかんないんですけども。まあ、あんまし、ほら、ね、加納さんも、どこどこ痛いとか言わないじゃないですか。いや、もう。見習って僕も言わないようにしてるんですけど、やっぱね、3日間ぐらい動けなかったです。本当、昨日もマッサージ行って。あ、そうなんだ。腰はね、僕の、ね、腰の一番下の骨が粉砕骨折してるのよ。もうそれに、20年ぐらい前の。もっとかな。はい、2、30年ぐらい前の傷だけど、そのまま俺キャンペーンとか回ってて、で、そのままくっついたんだよ。だから、レントゲン取ったらまだ割れてんだよね。だからね、腰はね、周りの筋肉をね、鍛えるしかないっていうことで、うん、それから結構ね、それちょっとサボってたらまた痛くなるんだけど、うん、そういうね、思いもありますけどもね、だんだん年取ったら、体のあっちこっちの、そういう話で盛り上がってくる。ということで、はすみさんはチェケラっていうバンドの、まあ、ボーカル、はい、ということなんですけどもですね、その、CD が今日ありますね。はい。これはいつ頃の発売されたやつですか？それは、2014年初めてアルバム、あ、そうなんだ、出させていただいて、はい、もう3年前になってるんですよ。あっという間に3年です。はい、なるほどね。これもっとちょっとで60歳もっとちょっとで60歳ってことはもうなったの？いや、まだお兄さんです。もうちょっと僕、ま、弟孫、ね、さんとかね、もっとちょっとで60歳。この中からね、一曲聴いてみましょうか。はい、これタイトル何にしましょう？君へっていう曲なんですけども、君へ、はい、チェキラがやってますバンドで、はい、はい、君へ、お願いします。数えた星を抱いたまま君
ということでね、これはチェキラのアルバムの中からですね、タイトル何でしたっけ、君へです、君へですね、はい、うん、はい、どうでしょう、甘い声よね、優しいね、これがやっぱり女心をくすぐる。何言ってるんですか。いやほら、そのお客さんみたいなねえ、そうだっていう外のお客さんも来てますけどもですね、それやりづらいでしょ、やりづらいですね、それ、まあ、やんなくてもいいと思うよ、これすごいかかりづらい、あ、それ、うん、引っ掛ける感じの、うん、でもね、なかなかそれうまくいかないんだよ、あ、そうそうそう、ちょっと大丈夫、はい、すいません、ね、これまあいろいろ思いがあって、どういう感じの曲が多いんですかね、これオリジナルがほとんどですか、なんか暗い歌が暗いのこんなニコニコしてるんですけど、なんか意外と暗い歌っていうか、うん、がっつりこうぐさってくる歌が、あー、なるほど、なんか作ってみたらそんな感じのが平均的になってるっていうか、いやでもそういう、まあ、昔の僕もフォークソングとかもねやってた頃があったんですけど、もともとそういう少し時代的にほら4畳半から始まってみたいなね、ね、なんか銭湯で待ち合わせしてみたいな歌もあったじゃないですか。赤ちょうちんで、加納さんのこうね、Facebook 見ると今日もね、朝風呂ってこう、なんかあれいいですよ、やっぱ銭湯がね。でもね、なんていうかな、こうそういう世代もあるんじゃないですかね。そうですね。やっぱ好きですね。なるほど。はい。ということでね、今日は生でね演奏していただくということで、真子さんとなんかやってみますか、そのいろんなパターンの曲があると思うけど、割とアメリカンロックとかもやるじゃないですか。大好きですね、はい、カントリーとかも好きですね、はい、でも割とフォーク調のものもある。そうですね、うん、それも好きで、なんかこうスリーフィンガーとかするのは大好きですね。あ、そうですか、はい、じゃあそれをねちょっと言ってみますか。曲のタイトルは何にしましょうか。これ花一輪って曲なんですけど。花一輪、はい、なんかもうこれでもう暗いでしょ。僕実はね、そのまだ僕は発売とかしてないですけど、はい、同じタイトルの曲があったの。僕がねまだね二十、はい、歳代の頃に作った歌、はい、花一輪っていうね、はい、まだ人前ではやってないですけど、そういう本当に同じタイトルの曲があるんですよ、はい、うん、俺も暗かったもん。なんもうライブではねめったにこれやらないんですけど、なんか今日せっかくだからちょっと、ね、ドキドキしながら、はい、レイヤーで、はい、リクエスト、ね、じゃあそしたらね、先、まあ、曲一曲言ってリクエストご紹介しましょう。花一輪という、では、
イエーイ、はい、花一輪いい歌じゃないでしょうか。緊張しました。緊張、いや緊張したようにこの時期しかやっぱ歌えないんですよこれ。あ、季節柄、うん、そうなんです、はい、あ、でもすごいいい歌だしね、ちょっとやっぱり分かるな、あの女にモテるっていうのは。ね、いや、たくさんメールいただきましたよ。ありがとう、うん、本当ありがとうございます。すごいね、ね、紹介してみましょうか。もうこれ読み尽くせないな。初だ、うん、でもこれちょっと読み上げればいいかな、うん、はい、これすごい達筆な方、ちょっと読めるかどうか。ちょっと待って、これね、え、ご存知、ちょっと見えないで、見えないですか。はい、ね、ちょっと、マイクまっすぐして、はい、音楽魂スタッフの皆様、はい、本日ご出演の蓮見正道様、はい、明けましておめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます、いつも楽しい音楽番組をありがとうございます、はい、本日蓮見さんが出演とお聞きし、初めてお便りさせていただきました、はい、長期闘病中の私ですが、うん、姉妹姪たちのひまわりグループが気遣いで、チキラの皆様のライブを聞いたのは4年前でした、うんうん、その後たびたび元気をいただきにお邪魔しております。音楽は心の友とよく言ったものですね、うん、今はラジオでおはよう、いつの間にかラジオでおやすみなさいです。ラジオと CD が一番の友達です。そして時々のライブが、生きる力となっています。本当にありがとうございます。曲は思わず笑ってしまいます。担当医の先生方の口癖です。お年ですか、うん、中年ブルースをお願いいたします。私は72歳、本年もよろしくお願いいたします。中村さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりあの音楽通じてね、いろんな人のね、うん、あの励みになるっていうか、あの、まあ、この番組ももう9年目に差し掛かりましたからね、おかげさまで。すごいですよね。でもね、最近ね、やっぱりね、あの具合悪くて事故に遭われた方とかね、あの入院されてた方、また退院されたっていうね、あのお便りとかね、いただきますけどもですね、やっぱりなんか長く続けていてね、初めてこういう風なね、あの形を取れるようになりましたけどもですね、あの最初ほとんど誰もね聞いてくれなくてね。でもね、あの続けることですよね。はい、ありがとうございました。行きましょうか。はい、いえいえ、こちらこそ。で、うん、これすごいすごい、これ電報も来てますよ。すごいすごいですね、蓮見さんは。すごい、結婚式だとかつって。ラジオ出演おめでとうございます。そう、すごい。蓮見正道様、ラジオ出演おめでとうございます。深夜放送で育った私はワクワクドキドキしていますということで、うん、奥様道子さんと応援団の方々と、はい、一緒に小杉の駅前を想像しながら1時間楽しんでいただきます楽しませていただきますということでね、蓮見さんも楽しんでください、パーソナリティー金尾様、よろしくお願いいたします。渋川様、あ、はいはいはい、香織様、はい、はい、じゃあどんどん行きましょう。すごいですね、こちらもね、ありがとうございます。テキララジオ出演おめでとうございます、はいはい、君へリクエストをします、坂口さん、さっきね CD で聞いていただきました、ありがとうございます。それからですね、カナオ音楽、カナオ吉郎音楽魂へ、カナオさん、高橋さん、としみさん、初ファックスします。よろしくお願いします。ゲスト、はすみさん、こんにちは。暁のパパ岩です。パパ岩さん、ありがとうございます。音楽は楽しいですね。楽しかですね。生歌でドゥービーの Listen to the Music か、中年ブルースか、君へ、お願いします。ね、中年ブルース。すごい人気ですね。中年ブルース人気ありますね。はい、あと川口さん、リクエスト、はい、サスケの歌。あ、間違えた。中年ブルースお願いします。中年の心に染みます。ありがとうございます。ますね、どんどんもうすごいたくさん来てるね。あ、うん、あ、君へは今ね。今ね、CD で聞いていただきましたけども。はいはい、そちらは、うん、はい。これは金尾さんの担当の。担当のって、カナオさん投げ銭 FM オン中ということでですね、今日1500円来てますよ。今苦しいんだよ、このチャーリー佐藤さん。毎回こうやってね、あの、ファックス ね、コピー来るんだけど、使えないんだよね、これね。カナオさん、誠さん、松下さん、山田さん、そしてゲストの蓮見さん、こんにちはということでね。
携帯を落とし壊してしまいました。マジでしょうか、やはりオーバーワークの私、リクエストさせていただきますのでよろしくお願いいたしますって、あのこれ私の曲でオーバーワークというのがあるんですね、働きすぎのあなたのために、の歌ですね、チャーリー佐藤さんから来ております。はい、はい、早口読みます。はい、金尾さんこんにちは、はい、いつも会社でお弁当を食べながら楽しく聞いています、うん、今日はチェキラを代表して蓮見さんがご出演とのことで、うん、さらに楽しみにしています、はいはい、蓮見さんはアイドルを思わせる甘いマスク、うん、柔らかな物腰、はい、誰にでも優しいジェントルマンなことから、はい、私と友人は王子と呼び、ラジ王子ラジオでは、黄色い、ラジオじゃないライブね、うん、ライブでは黄色い声で叫んでおります、うん、それをご存じない方からなんて言ってるの、 OG なんて聞かれてしまいましたが、いえいえ王子様です、ライブでは楽しい時間と前向きの気持ちをもらえ、チェキラのライブで知り合った友達もたくさんできました、うん、50の手習いとばかりにアコギを始めたのも王子の影響、うん、またライブで熱唱する風の中で盾を聞いてこの歌が大好きになり、そこから金尾さんのファンに、いろんなたくさんの出会いをもらっています。今日は私から王子とチェキラに感謝の気持ちを込めて、うん、Thank you for you をリクエストします。アキさん、ありがとうございます。 Thank you for you っていう歌もあります。はい、もう続々とね、来ますけどもですね、さてやっぱり今までリクエスト一番多かったのは中年ブルース、そうみたい、やってみますか。中年ブルースね、いい、はい、うん、僕もね、あの77音頭っていうのはあるんですけど、うん、そうですよね、不良中年のすすめという歌がありますけど、なんかやっとねこの年になって今までこう、うん、あの曲を書いてたんですけど、うんうん、あのなんか、ね、今までこう抽象的とかいろいろこう歌詞にすごく、こだわってたんですけども、はいはい、なんかこの年になってストレートに歌っちゃえば一番いいんじゃないかということで、うん、もう何もかっこつけないで、ね、うん、そのまま、この間あの孫さんになんでこの曲作ったのって言われたから、もうそのまんまですってそのまんまですって言ってね、あの、なるほどね、素直な気持ちで接骨にもね帰って、うん、あ、なるほど。そんな感じです、はい、そう、やっぱりねそのままっていうかね、割とシンプルな自分の気持ちをね、蓮見さんあたりがやっぱりそのみんなの代表してね言ってくれてるって気持ちがね、やっぱり皆さんファンの方にあるんじゃないでしょうかね。それで、うん、行ってみますか。行ってみます。じゃあ俺中年ブルース。はい、そうなんです。行きますか。
ですか。中年ブルース。中年ブルース。中年ブルース。まあ中年になるといろんなあちこち痛み出したりするっていうね、いろんなことが書いてありましたけどですね。どうでしょう。結構腰とかそれ以外にも何かあります。健康法とかあるんですか。運動してるんですか。やっぱ健康法は前は運動してたんですけど、やっぱ音楽続けるってことで、やっぱグループでやってるとやっぱ部活活動みたいで、一人が抜けるとなかなかできないんですよ。だからこうそのためにこう風邪をひいちゃいけないとか、今日は少し寒くなったらね、暖かく、もう孫さんもこれいつもあれですけど、暖かくして寝るとか、そういう睡眠取ったりとか注意してますね。やっぱそれはもうみんなバンドが一人でもかけたらねダメっていうことで、もうあうんの了解でね、みんな気をつけてると思います。そんな感じで、チェキラっていうバンドはですね、はい、もうどれぐらい続いてますか。長いですね。ですね、今5人なんですけども、すいません、中学の時に、5人のメンバーで3人は、中学から続けて今42年ね。で40年でも、そうなんですよ。で、あとちょうど、あと2人目はもう10年以上来て、ちょっと若いんですけども、でこのきっかけっていうのはやっぱここなんかやっぱ中原って縁があるんですけども、僕 まず生まれたのがこの場所後ろの、病院なんですよ。大きい病院で、このタワープレスの後ろの、そう、日本医大病院、日本医科大学病院、昔そこで生まれて、で僕中原で育ったんですよ。で、そっから、実は、1975年に、はいはい、まあここの今等々力競技場っていうところが今フロントアレ川崎のね、あれなんですけど、まだ草っ原って野原って言うんですか、の時に等々力野外フェスティバルって音楽フェスティバルがあって、その時中学か高校の時に初めて音楽のフェスティバル、多分川崎で初めてだったと思います。の一番9月4日出させていただきました。そうなんだ、やっぱもうキャリアもあるしね、まあこの土地にね、もうすごくゆかりが深い、今日は蓮見正道さんね、王子、いやいや何、ね、まあそんなで本当にね、中原はなんかすごく、まあここのね、はい、場所もそうですけども、なんかやっぱり同じバンドをねずっとやっていくっていうか、僕もバンドでデビューはしたんですけども、九州からみんな連れてきたわけですけども、バンドを長くするっていうのは大変なことじゃないですか。で僕なんかはね、音楽好きでずっとやってて、そのデビューをそれでして、だんだんその1980年とか70年の終わりぐらいって、ソロになったりとか役者をやったりとかっていう風な話が来るんですよ。で僕が曲を書いてたんで、そうするとそのバンドをやっててもバンドの人たちじゃなくてソロにね、せっかく一緒に来たのにっていうことを言われたことがあったんだけど、一緒に帰っちゃったの俺。仕事選ばなかったの。一緒に九州帰ったの。バンドでそんな役者とか興味ないっつって、でディレクターの首絞めて帰ったからな俺。そんなバカげたことやってたんですよ。でもね、今ね九州に戻ると、当時のバンド の連中がねやっぱ集まってくれるよね。だから仕事よりも、まあバンドを選んでしまったというね、こともありましたけども、ね、やっぱりそれほどねバンドをやるっていうのが結構なんていうかな、大変だと思いましたよ。だから一つのバンドをずっと長くね続けて、蓮見さんもやって いらっしゃるっていうことはね、やっぱ素晴らしいと思うし、なんとかそれぞれがものすごいテクニシャンが、例えば5人
集まってもいいバンドじゃないんですよね、僕に言わせると、うん、そうですよね、そうお上手なバンドであって、大体残ってるバンドってローリングストーンズにしてもビートルズにしてもやっぱりさ、みんながもうバカテクなわけじゃないじゃない、まあね、うん、でもちろん素晴らしいけども、だからそのテクニックだけをね、あの昔そういう時代があったわけよ、テクニックだけを要するにレコーディングも差し替えたりとかいうこともよくあのやられてて、上手い人にね、スタジオミュージシャンとかに、だからなんかそういうもんじゃなくて、バンドもそうだし、あの一つの会社とかもそうだと思うんだけども、優れた人ばっかりのね、あの会社だったりバンドだったり、僕は同じような気がするんだけど、そういう人ばっかりだとね、わがままとかそういうのが出てくるのよね。だからむしろ誰かがその助け合いながら生きていくっていうことがバンドだったりするじゃないですか。そうなんですよね、あのなんていうの、こう遅刻をしちゃいけないとか、うんうん、だからさっきちょっと部活みたいってね、あの、うんうん、あれだったんですけど、うん、当たり前ことじゃないですか、今こう遅刻をしちゃいけないとかね、うんうん、あの欠席無断欠勤でも、うんうん、バンドやってると今、うん、まあ加納さんも前おっしゃってたんだけど、一人じゃ生きていけないとか思って、やっぱ、うん、あの僕もあの周りのバンドがいるからこうやって歌えることもあるし、やっぱバンドのメンバーにも本当感謝してるんですけども、うんうん、ねえ、みんなこうこの年になって遅刻しちゃいけないとか、うん、遅かったスタジオに何時に入るかとか、当たり前のことなので今なかなかねあれなんですけど、そういうことをやっててバンド活動良かったなって思います。だからなんかそのバンドっていうのはね、本当になんかこうあの長くやるっていうのは大変で素敵なことだなとか思いますけど、その辺いかがでしょうか、まあ、高橋誠さん急に振りますけど、私も中学からやってる。そうですよね、未だにやってますけどね、高橋誠さんあの、まあ、モンタ&ブラザースはねそれだけど、その前にね、うん、もう前から随分前からね、バンドではないですから、まあね、はい、あれは、まあ、職業というね仕事ですから、ねうん、バンドってやっぱりそうやって楽しいよね、うん、で、あの、はずみたんのバンドとね一緒にブルームードで、あのね、出させていただきましたけども、あのバンドの雰囲気がもうすごく良くてね、やっぱりなんかあのいて急に入っても楽しいし、あの聞いてる人もねやっぱりすごく楽しいんじゃないかなって気がしますけどもですね、はい、ファックスまた続々と来ておりますが、いかがでしょうか。あります、はい、金尾様、松下さん、誠さん、こんにちは。明けましておめでとうございます。あ、もう13日ですね、うん、去年ブルームードの帰り電車が誠さんと一緒になった京子です。あ、どうも京子さん、今日は、王子がそちらにお邪魔させていただくことになり、きっと緊張していると思いメールしています。王子は金尾さんのことが大好きで、最近のライブでは金尾さんの風の中で盾をよく歌ってくれます、ね、おかげで今やチェキラファンの私たちも一緒に口ずさめるようになりました。素敵な歌ですね。去年のブルームードでの王子は憧れのお兄さんと並んでとっても嬉しそうで、私たちまで感動してしまいました。同級生で40年前からのバンド活動すごいです。私はまだチェキラ歴4年のひよっこですが、これからも元気なお兄さんたちと一緒に年を重ねたいと思っていますので、それぞれのお仕事もありお忙しいと思いますが、変わらず楽しく続けてほしいなと思っています。今年のブルームードも金尾さん、松下さん、誠さんとぜひ一緒にお願いします。王子緊張しないでくださいたくさん話をしてくださいね。お仕事しながら聞いてますね、風の中で盾のブルームードバージョンをリクエストします。京子さん、京子上野さんです。ありがとうございます。金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、キキさん、こんにちは。今日ちょっとキキさんお休みですけれども、13日の金曜日、はすみさん初出場、おめでとうございます。聞いている私が何だかドキドキしています。今日は素敵な皆様に囲まれ幸せですね。チェキラの楽しい話、お願いしますね。はすみさん、リクエストは中年ブルースか、君へ、花一輪。全部やりました、ね、やらせていただきました。そうなんですね、人気がある、金尾さんと一緒に風の中で盾も聞きたいですね。よろしくお願いいたします、はい、風、怪我など回復力は少しずつ、なくなっていく年頃ですが、気持ちはいつも若くしていてくださいね。金尾さん、誠さん、としみさん、はすみさん、いつも元気を送っていただきありがとうございます。今日で事故から2ヶ月です。前回間近の清水佳代子です。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、清水さん、あ、実ははすみさんの、ね、お友達で、そうなんですよ、ご紹介していただいたんですけどもね、あの
本当に去年ね、あの事故に遭われてね、あの大変だったんだけども、今日に日にね回復して、はい、早くなってね、ね、なってほしいですね。うん、はい、あの、うん、良くなってほしいです。はい、蓮見さん頑張ってね、リクエスト曲あのさ。あのさ。蓮見さん。あのさ。蓮見さん。あと、蓮見正道さん、チェキラの君へお願いします。三浦幸子さん、ありがとうございます。君へ CD でね、先ほど聞かせていただきました。ありがとうございます。すごい人気、すごいですよね。アイドルがやってきたって感じ。何言ってたの、アイドルがね、もう本当感謝してます。ありがとうございます。でも蓮見君はまた腰が低いから、そう、ね、腰が高いやつが最近多いじゃん。高い、高いこともある。高く足が長い、足が長いで、風中やろうか。まだ来てる。あ、本当？それちょっと後で。風中やろうか。なんかやりますか。やりましょう。僕もちょっと参加させてもらっていいですか。いやいや、もちろんもちろん、ね、もちろんもちろん、なんか失礼な、あのついてきます。よろしくお願いします。いやいやいや、じゃあ、これコーラスさ、どうすかな。ここで入る。コーラス。大丈夫です。いや、蓮見さん歌うからどうしようかな。大丈夫ですよ。動きますよ。いや、ギターを、ギターその一本のマイクでギターしましょうか。これください。これね。はい、はい、あのね、ラジオお聞きの皆さん、これくださいとか言ってあのここはね、スタジオマイク4本しかないんですけども、これがだからどれをどういう風にしてね撮るかっていうのが非常に難しいんですよね。チューニングしますか。はい、大丈夫です。風の中で立てっていう歌は、あの僕がもう18年前に亡くなりました、父の命日が1月8日でした。その亡くなった父の、まあ、たまたま横浜で歌ってたもんですから、父のそばに行かれずに、後に、歌に残しました。今やいろんな方がね、蓮見さんもそうですし、いろんな方が福島の方もそうですし、歌ってくれるようになりました。私のオリジナル曲です。嬉しい限りです。いけますか。いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が
スはもういない風の中で立てお届けいたしました。蓮見さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。光栄です。緊張しました。緊張やな。どこが緊張？緊張して。ということでね、風の中で立てって歌は結構長いんですね。だから普通ちょっと、ね、うん、ちょっとだから省くんですけど、あの飽きちゃうような曲かもしれない。でもその都度ね、感情が違うんですよね。僕もちょうど、3年前に父を亡くして、うん、はいはいはい、この時、ある方から、友達から、うん、元気をもらえる歌を歌ってる人がいますよっていうことで、うん、あ、4年前ですか、一回来てみたらって言われて、うん、で聞いてガツンってきたのがカノンさん。ああ、そうでしたか。この曲なんです。はい。いや、やっぱりね、父がね、繋いでくれたご縁かもしれないですけど、ね。カノンさんなんかちゃんとね、ほら、こうしっかりあるです。僕がやっぱまだこう
なんていうの、こう軟弱もんだから、これ歌うと、うんうん、感情が出てこう歌えなくなっちゃう時なんです。ああ、うん、なるほどね。そうするとなんかね、今、うん、ファンの方がね、一緒にこう歌ってくれたりとかね、うん、ありがたい。ああ、なんかこう、あるじゃないですか、うん、こう歌ってこう響くもんっていうか。うん、ああ、うん、僕なんかね、感情がぐーっときてね、まあ、僕もたまにあるんですけど、あの、歌えなくなる時とかもあるじゃない。で、だから、ちょっと、あってもね、あのファンの方は歌ってくれないから俺が歌う、絶対それを自分で歌うようにしてすいません、でもね、あの時が経ってみて、あの思うんですけども、その常にね、あの父親、まあ、亡くなってますけども、その肉体はなくてもね、あのやっぱその精神がずっと残ってるので、そばにいる感じはしますよね。だから寂しい気持ちはあんまりないですよね。たまにあの後ろ姿が似た おじさんとか 見かけるとね、思い出しますけども、あの、まあ、寂しいっていうよりも、なんかおそらく自分が迷った時に親父だったらどう思うかなって常に問いかけたりする時があるんですね。でおそらく親父だったらこうするだろうなとかいうふうなことがこうなんとなく感じるように なってるので、あのそばにいる感じはしますよね。なんか僕はちょうどその時、父親が亡くなってから動物を飼い始めたんですよ。うん、あ、それがサスケなの。そうなんです。で、そうしたらもうなんかね、降って窓際にこういる時に父親の顔に見えちゃったんですよ。もう本当に似てたんですよ。もうこれ、うん、でもそう、なんかそんな思いがあって、うん、でも最近はの父親に見えてきませんけどね。あのでなんかフィッて見たら、あれ、あ、親父が窓際忍者そでこうあたか、うん、あ、なんかやっぱちょっと認知症で最後大変だったんですけども、うんうん、よくね、あったかいとこの日向ぼっこを父親にしてこうやって見てた時に、サスケも同じとこでこうやってね、うん、日向ぼっこする時にこう見て、うん、なんかね、うん、そんなで生まれ変わってきた、生まれ変わってきたよね。あのでもあ、うん、ね、うん、そういうの、犬とか猫だったら可愛いけどね、うん、生まれ変わりが蛇とかさ、でもこれもカオさんね、あの本当動物飼ってなんか、まあ、たまたま、ね、犬だったんですけど、うん、なんかこう命の大切さっていうのすごくこう、うん、伝わってきて、うん、なんか本当にね、アリンコ一匹もうプチュって殺せなくなっちゃって、あ、お前の家族がいるんだとかね、そんなことでね、そうそうそう、この年になってこんなあの、いや、ね、あのいろいろ勉強させてもらいました。結構人間のおごりっていうのがあって、うん、それでやっぱり世の中をそのいろいろ開発しすぎちゃってね、あの自然を破壊したりとかってあるじゃないですか。だから人間はやっぱり自分が一番偉いと思ってるんだけども、とんでもない世界で、実はね、あのアリとかのが優れてたりとか、ファッションとかにしても、うん、動物の色のセンスっていうのすごいじゃない。いや俺思うよ、なんでああいう色ができたんだろうとか思うもんだから。だからヒョウ柄とか人間が真似してるし、そうだから人間がそれ真似してるだけで、もともとはすごいセンスも、ね、持ってるわけよね。さんの視点面白い、ね、面白いね。ただ動物のセンス、センスっていうか、それを作った人のセンスだ ね、 そうだよね。だからでもね、あの色のセンスって俺ね、案外ゴキブリでもあの茶系統にまとめたさ、あの感じ茶系統俺好きなんだよね。あの光った感じ、ちょっと光り輝くところと、メタリックなところとちょっと違う部分もあるじゃない。あの茶系統のセンスはすごいと思います。素晴らしい。そういうふうにみんなが思うとね、平和なんだけどね。前からそんなこと言いましてすみませんでした。ということでね、あっという間に時間が経ってしまいますが、今日はね、蓮見正道さんね、ゲストで、みんなで何か歌えますか。これやる、まあ、それでね、蓮見さんじゃあ歌う、あのカバー、はい、スタンバイ、カバー曲、俺コーラスやろうか、はい、俺たち、カバー曲何、あのスタンバイミー、はい、これは、まあ、ちょっとあのスローで歌いたいと思うんですけども、ね、あ、本当どんな感じでやる、あの出ていただいて、はい、適当に合わせようか、はい、お願いします。コーラスにじゃあ参りで、本日最後になりますかね、はい、スタンバイミー。来週のゲストは、来週金玉、久しぶり歌おうね、まこちゃん、俺たちガンガン歌おう、ガンガン歌おう。もうね、もう来週蓮見さんまた来てください。ぜひまた、だんだん増えてくるからね、ここ大変なことになってくるよね。27日が
恵子さんだっけ27日、うん、来週はね、なんか告知がどう、来週27日来週は20日そう来週は20日でしょで27日は恵子 G ウォーカーさん、あそうです、もう天使のささやき、ね、天使の声です、笑っちゃいけないそうです、行きますかじゃあスタンドバイミングいきますか、さすみさん、あ告知、あ、はいはい、はい、どうぞ、近くには、チェキラで、1月29日日曜日なんですけども、はいはい、赤坂フラットンカンティーナっていうところで、赤坂フラットンカンティーナ、はいはいはい、某役者さんの、某T さんから役者といえば田崎、あそうなんですよね、田崎翔太郎であるんですか、はい、そうなんです、そんで BBB っていうね、あのグループなんですけど、今度は、豊島さんとか、はいはいはい、ミッキーさん、山本さん、あミッキー、はい、山本さん、あれですね、レリングッドのね、そうです、はいはい、で、ぜひ皆さんいらしてください、それで、はい、あのなんかこのお三人も、ぜひ来てほしいってことで、うん、枠を取ってあるみたいな、T さんが勝手に決めんなよお前田崎、ここで伝言を言ってくださいってことで、はいなんかね、あの誠さんのチェックもみんなしてて、誠さんはマジで俺この日空いてるからってみんな言ってました、加納さんも1月はあのこう曲作りに進んで空いてますってことで、嘘チェックしてましたよ、それいつですか、それ空いてました、いつ、いつ、29日日曜日です、今月の、ええ、はい、いや今月はあんまり歌いたくないんだけど曲作りに専念したいんだけど、まあ、そんなことないから、まあいろいろそれね、フラットンカンティーナね、赤坂で、ああそうです、はい、赤坂、はい、いいですね、あとちょっと先なんですけど、はいはい、あの11月の28日11月28日ブルームード決まってます、もう決まった11月28日いつのよ、え今年です、11月って早い早いね、うん、全然先じゃない、まだもうまたそそ、うん、まあ、28日ね、ちょっとそれはあれなんですけど、うん、ブルームド、はい、いいですね、またぜひよろしくお願いいたします、はい、そ他にありますか、いやもう、あ、いいですか、じゃあちょっと知り切れになるかもしれませんが、いきますか、はい、stand by me, stand by me.
ということで、本日のゲストはチェキラーの蓮見正道さんでございました。ありがとうございます。ギャラリーの、方もありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。思い出が流れる春には菜の花が辺りを埋め尽くす。優しいあの人は今はない人の心が好きさ無口の山に見る季節は巡る